サグラダファミリアの正面の入り口です。ただただまあここも圧倒されるばかりです。まだ工事が続いています。130年前からずっと工事が続いていて、2030年には完成するという見込みだそうです。こちらを見てみてください。